はい、皆さんこんにちは。物販講師の黒沢です。今回は物販は二重数直線で考えていく必要があるという話をさせていただきます。テーマとすれば、例えば買い付けの注文代行依頼を行って、そこから2ヶ月後までどうやって計画的に進んでいけばいいのかっていうことを考える際にも、もしくは例えばハロウィンだとか中国の春節旧正月ですね、そういったイベントごとがいついつあるから、その2ヶ月前からはどういうふうに動いていけばいいのかっていうのを逆算して考えていく際にも非常に役立つ内容だと思います。ちなみにこの二重数直線っていう言葉は、皆さんが小学校5年生の時に勉強した楽しい算数5とかそういった教科書に載っている言葉なんですが、今回はこの言葉を自分が勝手に流用転用しまして物販の言い方として使用してますから、算数の二重数直線と今回話す内容っていうのはちょっと違う部分もあるっていう点はご理解ください。具体的に話を進める前に、先に今回のポイントをお伝えします。この二重数直線で何を表しているかっていうと、商品の動きとセラーの動きっていうのを別個に考えていく必要があるんだっていうことですね。これが今回の一番のポイントです。多くのセラーが自分の動きのことは気にするんですけど、商品の動きっていうのを別に考えないので頭の中がパーンってパニック状態になっちゃうんですよね。商品の動きは商品の動き、我々がセラーとして行う作業ベースの動きは作業ベースの動きっていうのを分けて考えることによって、物販っていうのは何倍もやりやすくなると思います。具体的にはセラーとしてここまでの動きをしたから、その後商品はこう動く、商品がこう動いていくからセラーがこういうふうに動く、商品がここまで来たからセラーはこうやってこの後の作業を行っていくっていうのを行ったり来たりしながら考えていくことによって、商品の動きとセラーの動きっていうのがどちらも滞りなく円滑に進めていくっていうことができるんです。では具体的に話を進めます。商品とセラーの動き、行ったり来たりしながら説明するので一回だと分かりづらいかと思います。ですからこの動画繰り返し何度も何度も半数咀嚼していただきながら体得していただければ、腹に落としていただければ幸いです。まず注文を出すっていうのは当然ながらセラーの動きですよね。代行会社に買い付けの依頼をお願いしますっていうふうに注文を出すわけです。でその後商品の動きとすれば、実際に買い付けが進むという流れになるんですが、この買い付けに関しては代行会社によって1週間で買い付けを行いますっていうところもあれば、検品まで含めて2週間かかりますっていうところもあります。個人的にはスピードよりも丁寧さを重視した方がいいとは思っていて、この買い付けの段階っていうのが、要するにその商品のちゃんと不良品を省くだとか、最終的な関門なんですよね。スピードばっかり重視して買い付けをさっさと行った方がいいでしょっていう考え方の代行会社もあるんですが、それよりも時間はかけてでもしっかりと検品を行って、もうこの後発送ですから、そのちゃんとした商品、不良品をしっかりと省いた状態で商品をアメリカアマゾンだったらアメリカアマゾンの FBA に納品する、納入するっていう考え方の方がいいと思います。ということで買い付けって書きましたが、詳しくは買い付けとか検品だとか、あとは不良品があった場合の返金返品、そういった処理も含めて2週間時間を設けました。でその間何をセラーとして行うか、こっちに行きますね。セラーとして何を行うかっていうと、出品登録を行う必要があります。とは言っても出品登録丸1と丸2って書いたんですが、まず初めに行う出品登録っていうのは FBA のデータを代行会社に提出するための出品登録です。ということは最低限の必須事項だけ とりあえずまあ登録しておけばいいっていうことですね。具体的には商品のタイトル、ブランド名、価格、あとは一応自分で管理しやすいように仮の画像、適当でいいんで仮の画像とりあえず入れておく、そういった感じで最低限の、まあ、必須項目っていうのはそもそも登録しないと商品の出品登録っていうのが保存できない、完了できませんから、その完了のボタンがクリックできる状況にまでしておくっていうのが最初の出品登録です。で、買い付けが終わったタイミング、もしくは買い付けをしている途中のタイミングで、まあ、返品返金も含めて大体何ロット結果として買い付けできましたと、もちろん欠品だとか不良品だとかそういうのも省く必要がありますので、それの目星が立った時点で出品登録を行った、この出品商品っていうのを要するにアメリカアマゾンの FBA 納品手続きにようやく移ることができます。 FBA 納品手続きを行っていく中で、商品にペタペタ商品ごとに一枚一枚貼っていくラベルと、その商品を入れ
れる箱の梱包ラベルっていうのが印刷できるようになります。それが FBA データってものなんですが、その FBA データを提出する、買い付けが終わった時点で FBA データをセラーの作業を通して提出すると、その後ようやく代行会社も発送することができるわけです。で、今回は中国からアメリカに送るっていうのを一つの目星にね、考えているので、中国から日本に送るときはもうちょっと早いかもしれないですが、一週間、中国からアメリカの FBA まで納品するので、一週間の時間を設けました。で、ここには書かなかったんですけど、実際 FBA で納品先集約設定っていうのが行えるんですね。それは、なるべく一箇所の倉庫にとりあえず送りますよっていう設定を、セラーセントラル、セラーの管理画面の中で行うことができるんですが、それってとりあえず一箇所に送るってだけで、その一箇所にずっと置いとくってわけではないんですね。ですから実際アメリカのアマゾンの FBA 倉庫、アマゾンの倉庫に商品が届いた後、一つの倉庫に届いた後、あっちこっちそっちの倉庫に移送する、商品の一部を移送するっていうことが往々にして行われることがあります。それで大体2週間ぐらいかかりますから、その2週間分っていうのがここに追加される可能性があるっていう点はご理解ください。そしたらこっから後ろっていうのが2週間ずれ込むってことですね。これは顧客目線で考えた結果行っていることなんですよ。例えば一つの倉庫に商品を入れると、その倉庫からすんごい遠い人に送るのってそれこそ3日とか4日とかかかるかもしれないんですよ。その代わり商品をいろいろなばらけた倉庫に置いておくことによって、それぞれの地域に住んでいる人たちに最短で商品を届けることができる。どこの地域に住んでいる人にもアメリカであれば2日以内に届けることができるっていう環境を作っているわけですね。だからせっかく商品が1箇所に届いたのに、またそこから2週間かけて移送するっていうと、なんでそんなことするんだよって怒るセラーもいますけれども、すべてはアマゾンの一番大切な信念、顧客目線で考えているアマゾンのルールに従って商品が移送されているってことはぜひご理解ください。話を戻します。商品がアメリカアマゾンに届いた後何が行われるか。商品の流れとすれば、こちら販売が開始されるので、この赤い線、販売してるってことですね。で、販売が開始された後まず何を行うか。だいたい1週間2週間ぐらいはこれ観察って書きましたけれど、要するに商品実際売ってみて、でその後商品が売れるのかどうなのか、反応はどうなのかっていうのを観察する必要が出てくるわけですね。で、観察っていうのはもっとかっこいい言い方すればデータ収集ってことです。データ収集って何のデータかっていうと、ビジネスレポートっていうセラーセントラルの中の機能で、その商品のセッション数、要するに何人の人が訪れているか、でページビュー数、延べ何人の人が見ているか、そういった情報っていうのを収集することが必要になってきます。で、これデータを収集するって、別に我々がどうこう動くっていうか、実際に商品が売られている中で勝手に蓄積されているものなので、この間ちょっと 手すきになるんですよ。手が空くんですよ。じゃあその手が空いている時に何を行うかっていうと、ここに書きました。もう次のリサーチを開始しちゃうのがこのタイミング。商品が届いて販売された直後っていうのは、商品売れるかな売れないかなと思って、ここにどうしてももじ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 しがちなんですけれども、もじもじしてるばかりで手持ち無沙汰になっている時期ですから、この時期っていうのは気持ちをちゃんと切り替えてですね、次の商品リサーチを開始する。次の商品リサーチっていうのは、次の新しい新規のテスマと、あともしこの商品も売れてるものが出始めたら、その商品の追加買い付けですね。それを行うための商品リサーチを、だいたいこの商品が届いて販売開始された後の時期から、ちゃんとね、こっちもこっちで進んでいくっていうのを考えておいてください。さて、その後の流れです。その後の流れは比較的なんて言うんでしょう、まあ同じことのルーティーンなんですよね。商品の観察し終えた、要するにデータの収集をし終えた後っていうのは、その収集したデータに基づいて商品ページを改善していきます。で、商品ページを改善したら、またその後観察、データの収集っていうのは改めて行って、まだまだ改善の余地があるのであれば、改めて商品を改善していくっていうのを繰り返していくだけなんですね。で、この上の流れっていうのはもうずっと同じです。商品販売し始めてからは販売中、販売中、販売中、販売中ですから、商品自体の動きっていうのはこの後はただずっと続いていく。我々が改善したことに従って商品っていうのが、まあ、さらに販売が続いていくっていうだけなので、比較的流れとすればこの我々が何するのかっていうのが重要になってきますし、その中で我々が何をするのが重要なのかっていうと、商品を観察して改善してっていう、この販売中の商品のことばっかりにどうしてもね、目が行きがちなんですけれども、こっちですね、商品が全て売れてから次のリサーチをするみたいな感覚になってしまうと、どうしてもね、もうここで止まっちゃうんですよ、動きが。でも商品っていうのはどん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 展開していくことが必要なんで、今売っている商品は売っている商品で改善するんだけれども、商品の改善
を行っていくと同時に、新しい商品のリサーチ、新しいいろんな商品のテストマーケティングを行っていくっていう視野の広さというか余裕っていうのを持って、初めはなかなか難しいですけどね、対応していくことっていうのが大切になってまいります。というわけで今回は物販は二重数直線で考えていくことが大切だという話をさせていただきました。具体的には商品の動きとセラーの動きを分けて考えていく。セラーがここまでやったから商品はおのずとこの段階に来て、商品がここまで進んできたからセラーはおのずとこの次の作業を行う。みたいな形で行ったり来たりしながら考えていくと、非常に物販の一見煩雑な作業っていうのもまとまりとか法則っていうものを持って考えていくことができるんじゃないかなっていうふうに思います。意外とね、簡単なんですけれども、これを一緒くたに考えちゃうから、わけわかんなくなっちゃうパターンっていうのが往々にしてあるんですよね。今回の動画でぜひご参考にしていただければ幸いです。またご参考になりましたら、高評価、チャンネル登録の方もお願いできれば、個人でございます。最後までご清聴ありがとうございます。失礼いたします。